待ってるよ。本当に？うん。現在オーストラリア郊外出ました。おい、待たないのか。非常にやばい。バッテリー1個持ってくるの忘れた。部屋だ。どんどんなんか去っていくな。まあいいや。1人。もうめちゃくちゃテンション高いのが。違うな。こうだ。こんな感じで変なセッションしておりますが、ホテルの外に出てオーストラリアを歩き回っております。どこ行くか赤じゃねえもう。いやそれは良くないだろう。あ、今ハンコ収めたから。ハンコ収めたよもう。俺は赤信号を入れると。え、でもさ、なんでさ、3つもあんだろうね。違うの、ここ。ちょっと待って。よくわからんけど。待って、これ赤信号から青信号になるまでの間が短っ。短ていうか、マジ今何度これ超寒いんだけど。青だ、青。え、なんかシマシマないんだね。富士線だけ。なるほど。オーストラリアの線路、電車走ってないけど。見えな。本当だ。やばい、充電が残り少ないぞ。そう、呼び…電車あ、来てる。あ、いるじゃん、電車。木ばっかで何も見えないけど、現在多分気温10度ちょっと。めっちゃ寒いっす。オーストラリア散策中。めちゃくちゃ寒い。こんな感じでメルボルンの街並みを回っております。メルボルンなのでございます。一言言っておきますか。一言、寒いよ。寒いいただきました。寒い。でもあれ空気がさ乾燥してるからスカッとした寒さだよね。なんかスカッとした。凍える寒さじゃない。メルボルンの街並み。ここで写真撮ってるってことはこの辺の人じゃないんだよ。そうだろうね。建物一つ一つがおしゃれ。どう見てないの。素晴らしくおしゃれだね。やっと外国来たっていう実感があるもん俺。現在橋の上。これなんて場所。これメルボルンの景色が綺麗だというね。ニコ川だっけ。ニコ川だかなんだか。すごい景色の綺麗なとこに来てます。なんだっけ。そして向こうにはオリンピックスタジオが、そして馬車が走っております。そんな感じで1日目メルボルン散策楽しくやっております。新しいです。モノマネします。もののけ姫のサンのお母さん、まあ、山犬のセリフでアシタカをまあちょっとあしらおうとするところ。お前にさんが救えるか。まあセリフはいろいろできます。あと三輪さん系ならハウルの動く城のアレチの魔女のソフィーが恋をしているところに気づくところ、いきます。あなた恋してるわね。以上です。高橋よ、元気ないよ。モノマネしょ、モノマネ。俺そういう人じゃないからさ。このね、だだっぴろいね
マジかこれ本当に。じゃねーん。2時半集合するって。いや15分え20分じゃない。ちょっと15分だから、だから15分出発だから10分には戻ってこいしてた。10分え、いやあと20分だ。俺はそんなに近くに行けない。満腹だし、うん、今メルボルンから。それ最近ちょっと、最近ちょっと。メルボルンから約2時間半くらいのとこに来てます。まだオルバリーには着いていません。今ね現地時間11時50分12時10分にまた集合ということで、こんな感じでやっております。イエーイ。うわうわ毎回のその踊りは何なん。ということで非常に寒い感じになっております。寒いね。寒い。空気がすげえ冷たい。でもメルボルンより空気が綺麗な気がする。向こうめっちゃタバコ臭ったもん。こんな感じでやってます。